松さん、江本さんがお持ちのマスクは実は初お披露目となる仮面ライダーのマスクとなります。こちら詳細は続報をご期待ください。そしてテーマ役兄妹演じられました浜辺さん、森山さんには森山さんが演じられた仮面ライダー第0号のマスクをお持ちいただいております。本日 の司会進行を務めます安藤秀明といいます。よろしくお願いします。とにかく時間が今日決まってるんでサクサクいきます。キャストの皆さんどうぞ。現場どうでした？現場どうでした？現場どうでしたか？池松くんまだ撮ってるんですか？はい、まだ。あら、次配信に向けて今撮ってます。絶賛推察中ですか？衣装合わせの時とかも、まあ、僕2号のあれで言うと1号にとこういうラインが入ってたりするね、はい、あれを1ミリ細くしたり2ミリ太くしたりとかで全然印象が違うっていうのを衣装合わせの時に監督やられてたじゃないですか、はい、僕は全然違いが分かんなかったんだけど、でもやっぱり出来上がったものを見ると非常にスタイリッシュっていうかかっこいい方向で考えてったって感じですか？いや、印象ですね、最初はね。印象ですか？もう50年前に元があるんで、はい、なるべくその印象をに近づけたい。なるほどなるほど。だここのラインの素材とこの幅はとってもこだわられて、最後に出てきたやつもここの幅にすごいこだわってた。あ、もうマジックでこう間の線をあと何ミリ太くするか細くするかっていうのをやってましたね。まあ、そこが肝なんで。そうですよね。だからオリジナルに対するリスペクトとやっぱこの50周年っていうこうどういうふうに更新するっていうか、なんかそのバランスって安野さんの中でこう出来上がりをまあ見てというか改めて出来上がった作品を思った時に現場でもこの考えながらだったし、あとラッシュが上がって編集しながらもこのどれだけ残してどれだけ削るかっていうのはやってましたね。あまり50年前に近づきすぎてもこう面白くないし、50年前から離れすぎても面白くないんで、なんか初めて見た人がそんなに違和感を感じない50年前の面白いところをこの、まあ、どうやって混ぜようかっていうそのバランスは最後の最後まで苦労しましたね。一番最初のライダー登場のうんってね、あそこの効果音とともに登場のとこはかっこよかったな。かっこいいですよね。やっぱ あそこの音楽もやっぱアレンジがすごいなと思って、その残し方とそのアップデートの仕方、まあかっこいいですよね。あそこ何回か取りに行ったって言ってたっけ？もう数は言いません。あ、言わない。そうなの。いや、最初の面をかぶったアップはこだわったんで。あれすごかったですね。あ、そうなんだ。あそこなんだ。なるべく寸分たがわず同じにしよう。あ、なるほどなるほど。光線の当たり具合もね、ちょっと首が傾いてるんですよね。そうなんです。へえ。あと角度とね、あらゆるところで撮りましたね。あ、場所も変えてってこと？いや、その度にね撮ってらっしゃみたら違ってたのよ。なるほどね。で、その都度撮り直してたんで。そうなんだ。リテイク一番多いのは最初のアップじゃないですか、ね、あそこかもしれない。一番回数重ねたのも、あ、そこなんだ。池松くんのスケジュールのある限り撮ってたと思う。こじ開けてでもね、もう最初のアップだから本人入ってないとなっていうのが、あ、他の人だと申し訳ないな。なるほど。いや、これでも池ちゃんもう今は違うけど、映画見ると面取っても面してるみたいな顔してるよ、ね。いや、それ言ってましたよね。そうそう、でもほら似てきたねって言ってましたよね。そうそう、ライダーの面の顔と似てくるって。でも役者さんってなんかちょっとそういうとこありません？例えば監督に似てくるとか。いやいや、絶対あると思います。顔が、目がつったり、そうそう、意図せずね。そうそう、だから面外した時に
ライダーの顔が出てきたから池松くんの目が複眼になってる。それもうほぼほぼ複眼でしたね僕。でもこう骨格とかなんかそういうのがやっぱ似てくるんだ、うん、それぐらい多分ライダーと同化してたんだと思いますけど。僕が一番この最初からやりたかったのはラストシーンだったんで、あそこのまあ、あの地元で撮影したんですけど、あれが連日ずっと晴れて、で最終的にあのテイク最後のやつを選んだんですけどね。あの2日目がいいのか3日目ドローンのやつですか。あのどん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 引いていくやつ。 あそこそうですよね、山口ですよね、山口県なんだ、あそこも。あれはもうあの脚本書いてる時からあそこで撮ろうって、夕日でやろう、あそこに音楽がかかって、まあ、僕は大抵の映画で一番好きなのはエンディングに切り替わる瞬間なんで、あの黒身の、まあ、スタッフロールに切り替わるところのこの音楽にはこだわりました。そうなんだ、そこが。僕俺池松くんの、うん、迫るショッカーが聴けるんかなってちょっと一瞬思ってたんですよ。私もプロモーション映像では使ってましたよね。そうですね、ね、そうですね、うんうん、あれ撮り直すあれがなかったんで、もうお金がなかったんで、ハスクさんも当初歌うかもしれないって、あったんですけど、ね、あと尺がちょっとね思ったより伸びたんで、はいはい、まあ、オープニングが切ろうって。なるほど、なるほど、そうか、なるほど、そういうことか。そもそもオープニングだった、うん、そうそうそう、オープニングにする予定だったんですけど、あと、うん、まあ、やっぱ古臭いって言ってなんかこう反対する人も結構いたんでね。なるほど、多数決で負けましたオープニングはなしになりました。でもちょっと見たかった気持ちもありますよ。まあ全然ありますね、うん、なんか構想の段階で聞いた時はおお、いけちゃん、オープニング MBS で放送してくれたバージョンはオープニングつけてると、それに合わせてテレビフォーマットにしてるんで遠慮がないんですけど、まあ、それ見ていただければ大体近い印象にはなるのかなと。あとはパッケージの時に、うん、まあ、繋げられればなぐらいですかね。うん、松さん、江本さんがお持ちのマスクは実は初お披露目となる仮面ライダーのマスクとなります。こちら詳細は続報をご期待ください。そして、テーマ役に妹演じられました浜辺さん、森山さんには森山さんが演じられた仮面ライダー第0号のマスクをお持ちいただいております。ではお願いいたします。以上でフォトセッション終了となります。